眼科医の平松です。今日は蜂蜜毎日摂るとどうなるのか、特に蜂蜜って風邪ひいた時とかそういう時におすすめなんですね。なぜ風邪ひいた時とかには特におすすめなのかについてなどお話していこうと思います。蜂蜜って何なのっていうのはわかると思うんですね。蜜蜂さんが取ってきた蜜の蜂蜜っていうわけです。これはどんな効果があるかと言われていると、健康的な要素で言うと、一つ目が血糖値やコレステロールを下げるのかという効果、二つ目が抗菌殺菌効果、三つ目が咳を止める、ゴホゴホって咳ですね、効果、そして免疫系に影響してくるっていう効果が言われています。でも最初に言った血糖値コレステロールを下げるったって、蜂蜜って甘いし太っちゃうんじゃないのっていうと、ある研究によると特別体重は増やさないっていう研究もあります。もちろんね、取りすぎちゃえば別ですけど、蜂蜜を取ってる人が総じて体重が大きいかっていうと、そうでもないっていうことですね。じゃあそのコレステロールとかどんな研究があるのっていうと、これはシステマティックレビューといって、多くの研究、具体的に言うと18の研究、1105人の対象者を、対象とした研究から元とした結果になります。空腹時血糖、つまり血糖値を 0.2 下げてくれる。え？蜂蜜って甘いから血糖値上げるんじゃないの？そうなんですよ。つまり、取った時の血糖値は上げるんですよ。なんですけども、トータル蜂蜜を取ってることによって、長い目で見て血糖値が下がるんじゃないかっていうことですね。また、コレステロールで言っても 0.18 下がる。コレステロールにも関連しますけれども、悪玉コレステロールってやつですね。LDL っていうのに関して言うと 0.16 下げてくれるんじゃないかっていうふうに言われてます。ちなみにこの研究は 40g 蜂蜜を取ったりしてるんで、結構多めの方になりますね。この研究の中ではロビニアクローバーの蜂蜜はいいって言って、要はそのロビニアとかクローバーの花から取ってきた蜂蜜は特に良かったよって研究なんですが、そこはいいとして、簡単に言ってそれなりに血糖値下げたりとかコレステロールは下げてくれる。ただし、このデータ結構少ないんです。つまり、ダイエット目的とか、血糖値下げる目的に蜂蜜を取るのはちょっと違うかなって思います。そもそも甘い、糖ですし、積極的に取るもんではない。ただし、本来だったら砂糖を取ってたものを蜂蜜に変えてあげるとか、そういう取り方だったらいいんですよ。例えば、コーヒーにいつも角砂糖を入れていたのを、角砂糖の代わりに蜂蜜に変えてあげる、こういう取り方だったらそんなに問題ないかなって思います。なので、最初の血糖とかコレステロールっていう面で言うと、それは積極的に目的として取るんではなく、代わりとして取る場合だったら、それはいいかなっていうふうに思ってください。むしろこっから先が蜂蜜の本領発揮なんですね。2個目、抗菌殺菌作用になります。蜂蜜ができる過程で蜂蜜の中には糖が含まれているわけですね。ブドウ糖。そこからグルコン酸というのを生成する過程で過酸化水素っていうのが発生します。これが抗菌殺菌作用があると言われています。へぇー。それ以外にもなんか聞いたことあるんだけど、これがマヌカハニーっていうのが皆さん聞いたことあるかもしれないです。よくコンビニとか、スーパーでも僕も見たことあります。僕もマヌカハニーって何なんだろうって思ってたんですけど、マヌカハニーっていうのは何がいいかっていうと、メチルグリオキシサールっていう、抗菌作用がある物質を多く含んでるんですね。なのでマヌカハニーとかって、風邪の時とかの喉飴的なのだとかだ、そういうものに結構よく含まれてるのがマヌカハニーかなっていうふうに思います。で、あんまりそれも僕も知らなかったんですけど、抗菌殺菌作用があるので、それはいいですよね。だから蜂蜜漬けとかよくあったりするわけですけど、それはもちろんいいけれども、咳の作用っていうのもかなり効果としてあります。これは咳止めがどのぐらい効果があるかっていうのを899人を対象とした6件の研究、2018年コクランライブラリーっていうね、比較的信頼できるような研究の形式で見てみると、ジフェンヒドラミン、H1 ブロッカー、ヒスタミン H1 ブロッカーとかって言うんですけど、それよりは咳止めとして効果があると。そして、デキストロメトルファン、非麻薬性の中枢性鎮外薬。長いね。
簡単に言って咳止め。咳止めと同程度の効果があるっていう風に結果が出ました。すごくないですか？つまり普通の咳止め飲むより、だったら蜂蜜の方が良くないっていうのが、この研究の言えるとこなんですよ。だったら、まあ、蜂蜜を取るのは咳が出るような時、さっき言ったように抗菌とかっていうのもあるから喉とかに、まあ、菌がいそうだとか、まあ、そういう時に蜂蜜を摂取していただけると、まあ、喉とかにもいいし、良いよね。さらには、風邪とか、まあ、そういう時って、菌を倒す、咳を止める、以外にも、免疫っていうのがおかしくなりやすい。もちろん風邪以外では、ブドウ膜炎とか、リュウマチとか、花粉症とか、まあ、っていう時は、免疫が崩れやすいわけです。だから、免疫のバランスを整えるっていうのは重要で、この蜂蜜は免疫のバランスも整えてくれるっていうことが分かってます。これは2019年のシステマティックレビュー、比較的信頼できる研究でそれが示されてて、同時に骨形成を促進する。つまり骨も強くしてくれるっていう効果もあるんじゃないかっていうふうに言われています。お、いいな。もう一つ、加熱するとなんですけど、GCSF っていう、まあ、いわゆる好中球っていうね、免疫系の細胞にも、作用するんじゃないかっていうのが2019年に言われているものがあります。結構蜂蜜って普段から取るっていうよりは免疫が乱れている、咳が出ている、風邪っぽいような菌とかを対応しなければいけないって時に比較的おすすめなんですよ。一方で体重減らすとか、そっちの作用をメインにするのはちょっと違うかなと。理由、例えば蜂蜜大さじ1杯取った時のカロリー、だいたい62キロカロリー、結構あるんですよね。ちなみに脂質とかタンパク質はほぼほぼ含まれてないです。わずかには含まれてない。ほぼ糖質、炭水化物ですね。 21g の大さじ1杯の蜂蜜には 16.74g の炭水化物が含まれてるとも言われています。ので、まあ炭水化物だけを摂取するっていう感じのイメージでいいです。じゃあ1日1杯までっていうと、もちろんね、体の大きさにもよります。なんですけど、まあ、量的によって2杯ぐらいまでが最大かなって思います。まあ1杯で十分だと思うんだけど、だから風邪ひいたなって時は1杯でいいと。まあ本当に調子悪い時、咳が出るって時は2杯ぐらいやってもいいけど。でも一気に2杯飲むのはおすすめしません。なぜかっていうと、血糖値がガツッと上がってしまうんですね。どうしても蜂蜜っていうのは、糖としては希少糖とかって言って単糖類ですけれども、ガンと血糖を上げやすいんですよ。だから運動の後とか運動する前とかに摂取してガッと上げて運動しようとか、運動して糖が減っちゃったからそれを補おうとかだったらいいんですけれども、特別目的なく摂取する分にはあんまりおすすめしないですね。免疫が崩れた時とか、まあ、特に目の方で言うとどうなのっていうと、例えばブドウ膜炎、目の炎症がある人、はたまた手術後などの炎症があったりして、まあ、ちょっと蜂蜜取って落ち着かせようとか、緑内障とかで言うと目薬してて目が荒れやすい、充血しやすい、痒くなりやすいとか、まあ、そういう人に対しては、まあ比較的定期的に取るのもありかなっていうふうには思いますけど、まあ、とはいえ1日1杯までっていうふうにしといた方がいいです。まあ、先ほど言ったように蜂蜜にはだいたい 14% 程度の希少糖。希少糖っていうのはですね、稀な糖なんですけども、まあ、いろんなこう栄養素を含んでるんじゃないかって言われてるのは含まれていて、その中でもフラボノイドっていうのをよく含んでると言われています。なので、まあ、コレステロールの、コントロールにいいのかなと。ただし、まあそっちを期待しすぎるよりは免疫系を抑えてあげて、体のバランスを整えてあげて、ね、っていうようなイメージに使っていただけるのがいいと思います。じゃあ、どんな蜂蜜がいいのっていうと、さっき、花の種類のローズマリーだなんだって言ったじゃないですか。実は蜂蜜には大きく分けて2種類あって、いろんなお花から、蜜蜂さんが蜜を持ってきた、もう本当に多品種のようなもの。もう一つが、もう蜜蜂さんが取りに行くお花をこっちで限定しちゃう。つまり、ここまでにしてくださいって言ってもわかんないから、近くにはそのお花しか置きません。っていう単一品種のものがあります。マドカニーとかもね、まあ、その関連なんですけども、単一品種のものの方が、まあまあいいのかなっていうふうには言われています。ただ、まあ別にそこまで効果に差があるわけじゃないので、そこは気にしないで。もう一つが、純粋蜂蜜、精製蜂蜜、加糖蜂蜜っていうのがあります。この中では、純粋蜂蜜っていうのが圧倒的におすすめです。
純粋蜂蜜っていうのはあまり無駄に加工してないシンプルな蜂蜜です。精製蜂蜜っていうのはその純粋蜂蜜から色、匂いを削ぎ落とすために何らかの加工を加えたものです。さらには加糖蜂蜜っていうのはそこに糖を加えて甘くしてるんですね。ってなるともうなんかその甘さ蜂蜜じゃないじゃんってことになって、ちょっと違うかなって思うので、まあ、純粋蜂蜜っていうのをする方が栄養価的にもいいですし、無駄なものも含まれていないのでいいかと思います。そして蜂蜜どうやってできるか、蜜蜂が作った蜜ただ取ってきて終わりではなくてある程度の加工が必要になるんですね。最初は40度程度でろ過する、まあ余計なものを取ってあげる。その後60から65度程度でじんわりと加熱する。100度とかではない。ぐつぐつしないね。その過程ができれば本当は避けられるといいんですよ。つまり加熱してしまうと酵母が減ったりとか、蜂蜜にあるジアスターゼという酵素も減ることが分かってます。ジアスターゼっていうのはデンプンを分解してマルトースにするっていう酵素なので、まあ、体の中のデンプン質を分解して次のことにするわけだから代謝とかを良くしやすくなるわけなので分解代謝ですね。だからそれが含まれてないっていうのはちょっともったいないなっていうふうに思うので、できれば加熱じゃない方がいいと。加熱などの加工をしてしまうと抗酸化能力って言っていろんなダメージから守る能力が 33% 減ると言われてます。さらには生の蜂蜜とかであると乳酸菌などを含めたプロバイオティクス、腸を良くするような効果も期待できるわけなんですよね。ってなるとやっぱ生の蜂蜜の方が好ましい。せいぜい加工するとすると高圧処理、つまり圧力をかける分には今言った菌とか酵母とかが死ぬわけではないのでよろしいでしょうと。また周囲温、つまりそれそのものの温度を上げるよりは周囲の温度を上げるとか、まあ、そういう加工だったら問題ないかなっていうふうに言われています。もう一回この話をまとめると、まあ、栄養の効果としては、体重減少とかそういうのは、まあ、気持ち。どちらかっていうと、免疫系だったり、咳だったりとか、そういう方の効果の方がいいでしょうという感じです。で、選ぶんだったら、生の蜂蜜がいいでしょうと。単一品種のものの方が好ましいですけれども、まあ、それはそんなには気にしなくていいかなっていうふうに思います。その中でも、生蜂蜜の純粋の蜂蜜であって加工はあまりされてないものの方が好ましいです。おー素晴らしい、じゃあ今日から全て取ろう。ここでちょっと注意してください。絶対にやめといてほしいことがあります。それは1歳未満の子には蜂蜜を絶対に与えないでくださいってことです。なぜか、蜂蜜にはわずかながらボツリヌス菌というものが含まれていて、そのボツリヌス菌毒素などが小にちっちゃい子が入れてしまうと、それによって呼吸困難とか体の問題を引き起こすことがあります。なので1歳未満の子には絶対与えないように気をつけてくださいということで、蜂蜜比較的効果がある。免疫系、特に眼科で言うとブドウ膜炎とかの炎症系、あとは緑内障とかの目薬をして荒れてるとか充血してるとか痒いとか、まあ、そういう場合にも効果があると考えて使っていただくのがいいかなっていうふうに思います。こんな感じでいろんな情報を日々アップしてきますんで、よろしければチャンネル登録、ベルマーク押していただければと思います。よろしくお願いします。